エンダーマントラップに必要なものを取りに帰ってこようかなと思いますが、エンダーマントラップ作ろうとしてるのは、危ない。めんどくせえ。うわ、やばい。あー、これ死んだかも。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 待機勢がいる。危なかった。武器持ってきてないんすよね。これ上にいんのかな？下に来い。武器持ってきてない。エンダーマントラップとか夢のようです。拠点にたくさん作ってます。持ってってください。食べ物。ああ、ありがとう。これ無事出れるか。気が済んだんかな。とりあえず拠点に戻りたいだけなんで。よいしょ。なんでも妖怪。プレステ5版にしてからトロフィーやっぱ取り直しになったんだ。わ、変なところに。怖。こんなところに。面倒。まずはチェストも多めに持っていこうかな。半分持っていこうか。で、食べ物いただきまして、もう一個持っていこうかな。で、ホッパーが9個。ホッパーって余ってないよね。ホッパー3個。なので、あと6個。で、トロッコってあったっけ？レールでトロッコちょうどよかった。作らないとないかも。じゃ、これで OK。 とりあえずこれは OK。 ちょっと確認中。スライムブロックって作る習慣ないけど、作ってみようかな。スライムならあるっけ？なんかまあ確かに建築するときとかにね、便利っちゃ便利だよね。スライムボールってあった？カエルんとこかな。ない。あ、食べ物のところか。 これね、くらいしようかな。え、これで7個しか作れないんだ。結構貴重だね。2、4、6、8、9。
作っちゃおうかな。ボヨンボヨンする。てかよく見るとスライムの顔になってない、なってないか。だから手に持ってるやつがスライムの顔になってたように見えたけど今。いや気のせいか気のせいだった。ちゃんとスライムの音がするんだから。この上に落ちても大丈夫なんだよね。1,2,3,4,5,6 あ、9個は咲いているんだっけ。スライムブロックじゃなくていっか、まあ、何でもいいんだよねこれはね。とりあえずホッパー Q のチェストがあって、はしごまあ足場でいいか。落下防止になんか一応置いといた方がいいよみたいなの書いてあるな。足場で囲むかな。落ちるかな。でトラップドアが何個いるんだこれ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 かな。ちょっと多めに持っていっとこう。これトラップドアってこれで作れるんだっけ。違うな。これと普通のだっけ。トラップドア20個くらい持っていとこうかな一応。トラップドアで、トロッコとレールで、あとエンダーパール。エンダーパールはまああればあるほどいいけど、8か。攻撃していこうかな。まあ、とりあえず行って完成させたいな、とりあえず。あ、名札。危ねえな。完全に忘れてた。名札。ちょっと一応予備持っとこう。名札。エンダーマイトに名前をつけんといけないね。でこれで一応あとは普通にブロックがあればいいだけかな。
作りは結構シンプルっぽいんだよね。じゃあ交易してから行くか。エンダーパールだっけ。12、12で、まあ、そこ合計24いけるもんな。エメラルドあんまない。向こうで交易してから行きゃいいか。じゃカナドコ危ね。名前をつけるのに音でスライム感を表現されてます。確かに名前も入力していきゃいいんか。あれ何、あれイカダか。名前これ重ねてたら多分まずいよね。エンダーマイトだったっけ。あれエンダマにしよう円玉にしよう。カタカナどうやって出すんこれ。カタカナどうやって出すんだ。円玉あ、じゃあ名前つけてなかったらあれなのかな。このままつけたら名札っていう名前がつくのかな。予備持ってても意味ないのかな。一応もう持っていくだけ持って、まあ多分使うことないだろうかな。じゃこれで、向こうでも何かしらか攻撃できるもの多分あるよね。まあ、一応もちょっとここで持っていこうか。なんとなく持っていっとこうか。今何分？今1時間くらいか。これでエンダーパールを大丈夫か。エンダーパール。この辺もちょっとじっくり整えんといけんな、一回。エリトラで熱案内は移動できるようにちょっと調整していきたいな。
さくらさんこんばんは。初見の広島県民です。広島か、ええな。マイクラやっとるで。エンダーパールがいるんよ。エンダーパールがよ。あ、まずあれか。まず、なんで、エメラルドを手に入れるときはまた。あ、標準価格戻ったよね。10で50の100の、4だから100、120かな。120ありえんかな。交渉上手。120ってなかなかだな。こいつら基本もう糸で攻撃できるようになっとるな。こいつまだか。120か。60でだと12だもんな。高っ。糸は金になるっせ。まだか。こいつらもいけたよね。レートあんま良くないけどみたいな。あ、こいつら。20か。エメラルドも集めておいたのに言えばよかったです。いろいろ参考にできそう。まあ、エメラルド、まあエメラルドなんかいくらあってもいいかな。こいつは育成中か。漁師の場合、糸で攻撃できるやつとできないやついるかな。できるやつは初手糸を攻撃できるんだな。初手糸熱いね。ありがたいね。なかなか石炭って意外と持ってないかな。あ、そう、ボート、そう、ボートいけるのは熱いんよ。これ多分、多くのボート攻撃できる人、知らない人が結構多いんかもしれんな。未だに微妙に回ってる。フォークのボートを攻撃してる動画が。うっすら。あれ、普通にオークの、まあ、オークを加工しただけのものだもんね。これありがたいよね。実質木材をエメラルドに変えられるという。この辺は育成が必要か。あれ、一人しかまだ、ボート無理なんだったっけ。育成が必要だ。経験値落ちてる。もう一人いなかったっけな。いないか。あ、てか120溜まってるわ。いつの間にか。じゃあこれは入れといて。あ、てかベッド出さんといけん。
めんどい。で、あ、ツルハシ。で、こいつ。じゃあエメラルドここにとりあえずぶち込んどこうか。4個申し訳程度の。これでエンドに戻ればいいかな。レザーゲートのそばにエンドチェストあるね。あるけど、なんだっけ？いいよね。大丈夫よね。で、これでエンドに向かうそうでは。エンドに向かって、エンドに、ついてからアーカイブ切り替えようかな。大丈夫。エンドについてから切り替えようかな。あ、でも道中も残しとくか。ちょっとここで切り替えるわ。